けたことがないので、ピコラのアイドルさんとは一味違う。負けの辞書を欲しいなって感じ。負けを知らないと語る彼女たちは、2021年結成のアイドルグループラスカルクランの関根紬と雫乃愛。ビッグマウスをかましているが、波動での実績は本物。投石からはやめてくださいの悲痛な声。大得点かもしれないな。タンポポカップでは史上初無敗で賞金30万円を獲得。余裕なんで、容赦なくいっちゃうので、ボロッボロに打ち砕きます。さらに雫乃愛にはある特技が。存在感を消すっていうのにちょっと私は得意なので、試合する方私のことちょっとあんまり見えてないのかな。2人ともプロの声かかりたいなって思ってるんで、アイドル界一番当たり前です、まあ、入場賞金200万円、今日お持ちしまして、こちらなんですけど。あ、これもらっていいですか。勝てばそうですね、もらいます。勝てば、勝てば、はい、勝ちますよ、ね。余裕しゃくしゃくの2人だが、優勝賞金の使い道とは。波動の大会を自分たちで主催して、でそれでまたそこの大会で優勝しちゃって、そのお金で、メンバー全員で慰安旅行に行っちゃいたいと思います。私たちに勝てんの、ぶっ潰してやるよ。無敗神話は永遠に続くか、ラスカルクラン。